はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も09ハイグレート4をプレイしていきます。今回はですね、以前にできなかったこのゴルチカのチョコレート工場イベントできるみたいなんで、はい、やっていきます。結構長いイベントなのかな。うん、お役ご機嫌様で、いや、それどころではない。どうした？あなたは有名なレーサーのアポロさんですね。実はお願いがあるのです。なんで有名なレーサーに頼むのかわからないけど、工場が故障してしまいまして、助けてほしいのです。なに、簡単、じゃあお前が行けよ。工場内部の電源ボックスのメインスイッチを止めるだけなんです。そうすればシステムはリセットされて元に戻るはずなんです。ただ2つの鍵がないとスイッチを押せないですから、鍵を探してからキーボックスに差し込んでくださいよ。それから工場内には監視ロボがいますから、触らないように。触ってしまうと全枚エネルギーを奪われて動けなくなりますよ。有名レーサーに頼むなよ。呼べよ、なんかそういう業者を。なんだこいつ。音が結構緊迫感あるけど、8分間、長いな。何これ、侵入者発見みたいな。なんだこれ、何これ、暗いな。何なの、 A の A、 これチョコレート作ってる。何これ。8分で終わる、これ。 A の2 A の1、 ある、鍵、まず鍵だよな。 A の4、 あ、なんか数字がすごく進んでいってる。あ、これか。あ、なんかいるぞ。あれ、監視ロボ。あ、以前あったあの肝試しみたいな感じかな。監視ロボがいるってことは、でもアイテムはあるんじゃない。あれ、監視ロボ、ウィース、チース。あれ、いない。あれ、なんもない、騙された。ちょっと。全枚エネルギーなんかあるか。あれ、また A1 に戻ってきたよ。え？多分ここに1個あると思うんだけど。鍵なくない？これか。お、なんだ、あ、こういうこと。何これ。意味ある。あれ、鍵ないぞ。おお、鍵ないけど、どこだよ鍵。あ、これ、あ、違うな。どこ鍵。A にはない、 B にある。ちょっと。なんか A のマップは大体把握できたんだけど、鍵は一切ないな。お、 A は外れか。クソ、騙された。 A は外れだ。こっち。おほほほ、そこ行ったぞ。あ、 B じゃないですか。お、またいる。めっちゃいるぞ。あ、C だ。なんだいつ。ある、めっちゃいるっぽいな。どこ、これ。あ、キーって書いてある。え、じゃあ A と B から集めるのか。 A と B、鍵がないんだよ、鍵が。見逃してるかもしれないけど、
入れて入れて。どこだ。あ、なんかできてる。チョコ。え、これは入り口か。これ入り口まで戻ってきた。やばいな、鍵なんか見つからねえぞ。 B に行こう。 B に。え、こいつもいるけども、時間がやばいな。あ、こっちあるっぽい。なんだこれ。B1 にない。え、鍵マジでどこにあるんだ。長いな、鍵が見つからないんですよ。え？これ？鍵どこ？鍵は？うわ、何一つないな。こいつしかいねえ。喋ることもなくなってくるよな、これ。鍵ないんだもん。なんか見落としてる？ちょっとやり直そうかな。あ、これか。あ、これか。わからんよこれ。あ、なるほどね。ってことは楽勝っぽいな。A はもう用ないぞ。 BB よし、 B だ。ああいう感じであんのか、それわからないよ。奥だ奥。ここら辺見えない見えない。なになにこれ、こっちか。鍵鍵。これかな。当たった。あ、鍵さえ分かればこっちのもんだな。うわ、あとは C に、 C に行かないと。よし、C は、あー、こっちか。よし、 C こっちやな。早く開けて。で、鍵を差し込むところがあるはず。さっき見つけたよな。どれだったっけ。あ、これか。ことは反対側。あ、違う。もう一つの鍵はどこだ。鍵じゃない。あったあった。よし、あれ、え、あ、アンロック、これで OK？ え、なになになに、これで、なんだったっけ？あ、メインなんか電源か。メイン電源どれ？その問題になってくるな。ほほほ。これか、あ、これか。ほい。押したぞ。どうなる？どうなってる？あ、止まった。お、5分残したよ。やり直したけど、おー、ランク A。
分かれば口ほどにもないイベントだったかも。断然あのお化け屋敷の方は難しい。チョコ、記念チョコ、記念チョコって言ったってすぐ食べないと。ちょっと確認しよう。アイテム、これか。え、これ記念チョコじゃないですよこれ普通のチョコだろこれ。うわ悪そうだなあいつ、全然記念じゃない、何も書いてねえ。もう一回行ってみよう。ちょっと金が？ダメだなこいつ、ダメだ。こいつダメだわ。はいはい、ということで今回はチョコレート工場のイベントやってみたんですけど、いまいちイベントだったかなって気はしますね。以前やったあのお化け屋敷のイベントの方がゾンビも怖くて、今回監視ロボット全然怖くなかったですね。やっぱり体力ゲージが削られないっていうのはあると思うんですけど、いまいちやったはい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全ては気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。